どうも、ねねです。モンスターハンターライズサンブレイク続きをやっていきます。今回ティガレックス行きましょう。よろしくお願いいたします。ティガレックス強いですよね。まあ、今回はちょっとライトボウガンの残裂速射の方で行きます。刺激もらったらやばいんじゃないかなと思うけど。まあ防御力は高めに作ってきてるから。いやあ、相変わらず攻撃力バカみてんたけんだよなあいつ。攻撃範囲も異常なんですよね。まあそういう敵に対してやるんだったらガードがしやすいランスとかの方がいいかもしれないな。間違えた。これ私の。もうない。どれ今だ。仕掛けてくるぞ。
かこういう広範囲系の敵っていうか、相変わらず攻撃範囲がおかしいからな。まあちょっとやり調子に乗ってやりだすとこうなるので痛い。まあライトボーガンの時よりはダメージがかかってる。気があるときに これが月作っちゃってるな。だからこんなに解除しちゃったな。どこ行った？逃がしゃしないわ。ダッシュ。解いちゃうよ。なんかこの瓦礫に当たるとなんか落ちてくる。
たいな。なんで仲良く会合を開いてんだよ。わっ、ティガレックス振られてる。いいチャンスだったのに逃げるって。しかけてくるぞ。頑張れ私。危ないな。調子に乗っちゃって追撃を入れちゃうとダメージ食らいやすいな。引っかかって。
ランスが安定すぎる。時間はかかるにしても、シールドチャージ、シールドタックルがいい感じなんだよな。チッチ姫、お越しとは知らずにご無礼を。あ、ダメですよ。私、ここでは受付嬢ですから。ですよね、うん、フィオレーネは大丈夫です。薬もできましたし。王国の一大事に不覚を取り、騎士として…フィオレーネ、よかった、よかった。一件落着だね。これからでしょう。わかってるさ、ノリが悪いね。さて皆さん、反撃の時間です。いや、元気？ああ、提督の故郷なんだ。そうか、バハリは竜人族だから長生きなんだね。寝てないってやばいじゃないか。さて、騎士の誇りにかけて。駆け引き炎よ。エルガトチケットもらえた。さてさて、ついにメルデナがやってきましたね。はい、受付いたします。おお、特別なクエスト、ご確認くださいませ。とりあえず B サイト。いやー、メルドナ来た。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。